マルバフジバカマは北アメリカ原産のキクカアゲラティナ属の多年生植物である。以前はヒヨドリバナ属ユッポトリアムに分類されていたがヒヨドリバナ属の分類が大幅に変更されたためそこに含まれていた多くの種が他の属に移された。やや大型の多年層で太く長い根茎がある。茎は単独または複数の茎がまとまって伸び直立。 または車上して高さ1.5メートルほどになる。ハワイ園に巨子のある卵型。表面にはやや艶があり小緑色。晩下から秋にかけて白い登場花樹の花を多数つける。頭花は20個ほどの筒状花から構成され、絶妙花はない。花蜜は多種の蝶や蛾や蜂を誘引する。花後に白い綿毛のついた小さな種子が風によって分散される。 この種は湿った場所からやや乾いた場所まで広い環境に適応でき、拉致のあるような開放的な日陰にも生息するため、生け垣やヤブ陰の雑草にもなる。現在、マルバフジバカマは2編種、A、アルティシマバリエーション、アルティシマと A、アルティシマバリエーション、ローネンシスが認められており、両者は分布範囲や生息環境が少し異なっている。 外見上の特徴としては、両者は、双方の長さの違いと先端部の鋭さによって、区別される。マルバフジバカマは、原産地の北アメリカ大陸では、アメリカ合衆国の東部から中西部に至る、広範囲にわたって分布している。分布域はさらに、カナダ南東部から中南部にかけてまで広がっている。二変種のうち、バリエーション、アルティシマはこの全域にわたって分布し、また、 標高800メートル程度までの低地に分布する。バリエーション、老年室は、むしろ1500メートルくらいまでのやや高地に分布し、地域も南東部と中南部に限られる。北アメリカ大陸では、主に紅葉樹林帯の森林、牧草地、荒れ地などに生息する。やや湿った土地から乾いた土地まで適応力が高く、分布域では、ヤブや林園、川縁などで普通に見られる。 日本には1896年に土台した。1915年頃から神奈川県箱根町のゴーラ周辺に遺失品が見出されている。これはゴーラ公園に植栽されたものが広がったと考えられている。1935年頃には隣接する小脇谷まで広がった。1968年には横浜でも見出されている。 山形県では1980年代から分布が拡大し、県内で広く見られるようになっている。通常の気化植物が定着できるような場所は、造成地や畑や河原などのように格乱が多い場所だが、丸葉藤士バカマは、本来なら気化植物が侵入できないと考えられる植生が、安定した林地にも侵入できるため、在来種との競合が懸念されている。 マルバフジバカマは環境省の特定外来生物及び用注意外来生物には指定あるいは選定されていない。環境省のリストとは別に、独自に外来種の現状や環境への影響評価を行っている県においても、北海道、青森県、千葉県などでは、気化植物としての定着こそ確認されているものの、現状では環境に影響を与える種とは認識されていない。 主に花を干賞用として栽培するが、近年では、ユーパトリウムチョコラータの名で同様の栽培品種が流通している。このチョコレート色は日光に当たることで発生し、やや湿った土壌でよく成長し、耐陰性もある。さらに現在の俗名で修正された名前、すなわち、アゲラティナアルシッシマチョコレートでも販売されている。日本では、同様フジバカマ。 シソバフジバカマの名で流通していることもある。やや湿ったアルカリ性の土壌を好む。ミルク病も参照この種は、トリメトルという有毒成分を含み、家畜がこの植物を食べると、肉や牛乳に有毒成分が混入し、それらを食べた人も有毒成分を摂取することになる。そこで、このような汚染された肉や牛乳を食べ続けると、人間にもトリメトルによる中毒症状が発生する。 この中毒はミルク病と呼ばれていた。それは人間がマルバフジバカマを食べた牛の牛乳を飲むことで中毒したためである。19世紀初期においてはヨーロッパから多くの人がアメリカ中西部やアップランドサウスなどのこの植物の生息地に入植を始めて以来何百人もがミルク病で死亡し原因がこの植物にあると判明するまでに数十年かかった。 エーブラハムリンカーンの母のナンシーハンクスの死因もこの病気であったとされる。この植物は馬や羊やヤギなどの家畜にも有毒である。中毒した家畜の症状は無気力とだるさ、後ろ足が閉じたまま、あるいは開いたまま、微重、極端なよだれ、体を弓なりにしてあえぎ、または、ありがとうございます。